ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。こんにちは、皆さん、おはよう。おはよう、ベイビーシャーク。みんな大変だよ。助けてくれる？あら、ベイビーシャークに何かが起こったようね。一緒にベイビーシャークを助けましょう。サメの家族がとっても悲しそう。何があったのかな？みんな、どれが一番いい色だと思う？やっぱりピンクが一番だわ。ほら、そう思うでしょう。おや、海がピンク色に変わったよ。ほら、海はピンク色の方がずっと綺麗だわ。ピンクの海、ドゥルルルル、ピンクの海、ドゥルルルル、ピンクの海、ドゥルルルル、ピンクの海。そんなことない。青が一番さ。海はいつも青い色で、その方が一番綺麗だよ。今度は海が青色になった。青い海、ドゥルルルル、青い海、ドゥルルルル、青い海、ドゥルルルル、青い海。いいやいいや、オレンジ色の海が一番美しいよ。オレンジ色がどれほど素晴らしいか見てごらん。みんな見て、海がオレンジ色に変わったよ。オレンジの海、ドゥルルルル、オレンジの海、ドゥルルルル、オレンジの海、ドゥルルルル、オレンジの海。おふん、何を言っても緑が一番じゃ。みんな間違ってるね。緑のような色はないんだよ。海はおじいちゃんシャークのように緑になったよ。緑の海、ドゥルルルル、緑の海、ドゥルルルル、緑の海、ドゥルルルル、緑の海。待って！ピンク色が一番綺麗よ。青が一番綺麗な色だ。オレンジが一番。最高の色を一つ決めてみよう。あらまあ、サメの家族が喧嘩になってしまったね。海がさまざまな色に変わってる。人でタコもみんな色が変わったよ。海がおかしな色に変わっちゃった。あらまあ、小さな魚が泣いてるよ。どうしたの、小さな魚さん。ああ、元の色に戻りたいのね。ごめんね、小さな紫の魚さん。自分たちの色だけを考えていたね。でも紫の色が本当によく似合っているよ。わあ、サメの家族が海をきれいにしてるよ。海はそのままが一番美しいね。まるでサメの家族の色のようだね。
サメ家族、トゥルルルル、サメ家族、トゥルルルル、サメ家族、トゥルルルル、サメ家族。一緒に泳いでいるサメの家族、素敵だね。もう仲直りしたかな？海をきれいにしてくれてありがとう。また会おうね。さようなら。からピンキッズで検索して。